本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、なんとなんと到着しました、神山サーバー2020最新版、開封の儀、商品紹介、使用方法、サーバールームの泡比較、関連商品の食レポ等々、盛りだくさんだ。また動画最後にはですね、なんとプレゼント企画もご用意しておりますので、ぜひぜひ最後まで動画を見てください。よろしくお願いいたします。前置き、ビール一杯で顔真っ赤っか。飲み会の席で最初の一杯はビール、ちびちび飲んで、ジ・エンドの監督です。というわけでですね、ビールなんてグラスに注いでちまえばどれも同じと思っておりましたが、最近ですね、水種のビールを見つけてしまいました。朝日さん好きです。プレモルじゃなくてすいません。そもそも神山って何？こだわりの素材、製法、注ぎ方によって実現したクリーミーな泡立ちを神山と呼んでいるそうです。開封の儀、早速開けていきたいと思います。こちらがですね、届いたばかりの神山サーバー2020、はい、サントリーザ・プレミアムモルツ最新型神山サーバー、絶対もらえるキャンペーン、商品お届けのご案内、開封していきたいと思います。オープン。神山コースター付きね。いや、いいですね、こういうのいいね。こちらがちょっとゴム製の感じで、でこちらはちょっとツルツルした感じですね。洗えますね。これはこれがこちらがですね、神山サーバーのマグネット付きホルダーです。こうつけて、あとはここ冷蔵庫にペチッとつければ、こういうのを待ってた。そして、しかもこれは、洗わなくていいのが素晴らしいです。で、こちらが、ゴムバンド。手が小さい方に、神山サーバーを初めて使う人は、これをつけてやることによって、うまくできるということですね。で、本体が予想以上に小さいです。ここまで小さいとは思わなかった。裏側はこんな感じです。で、表がこちらですね。で、ここがスイッチの部分ですね。そして、取扱説明書。やっぱガジェットだからしっかりしていますね。ここは結構細かい説明ですね。はい、で、神山サーバー2020クイックマニュアル。はい、とても簡単ですね。イラストも書かれているので、とてもわかりやすいと思います。もうこれ見ればですね、誰でもできます。熟読中。熟読中。神山サーバーなんですが、こちらって一応ガジェットということでですね、電池を入れる必要性があります。ここのカバーをカシャッと取れます。で、ここを爪で押しながら開けると電池が入るところですね。ここで注意なんですが、単3電池ではなく単4なんですよね。アルカリ単4電池を買ってきました。では、セットいたします。電池が入ったので、セットして、オン！ホルダーのカバーをセット。スイッチを押せば、あ、ここを押すことによって緑のライトが光ります。神山は発生しているということだと思います。やっていきたいと思うのですが、今回のこの動画のためにですね、新しいグラスを購入してきました。はい、こちら、泡もち、飲み口すっきり、新しいグラスで飲んでみたいと思います。神山サーバーとは？ちなみにですね、この神山サーバーなんですが、ちょっと歴史を、調べてみたところですね、キャッチコピーが、で、こちらですね、サントリーさんから2015年にですね、クリーミーな泡立ちを作るサーバーというものがですね、誕生しまして、2018年にこういったハンディタイプのサーバーですね、これがですね、毎年リニューアルを繰り返しながら進化していきました。で、今回こちらですね、発売日が3月24日発売されました。この2020年版なんですが、今回からですね、手洗い不要になったというところが大きなポイントだそうです。また神山史上最高な4万1000回転する超音波を2020に備わっているということです。毎秒4万1000ですよ。これでもう1って言った時点でブラーってことですよね。すごいね。ちなみに監督なんですが、以前にですね、友人がこの2018年か何と持ってきて、試させていただいたんですが、まあそのところはですね、そんなビール出されても、どれがどれで、どれがどれですかみたいな感じだったらもう絶対わからないんで、まあ確かにクリーミーだなと思うんですけども、それが美味しくなったか変わらないのかっていったらちょっとわからなかったんで、今回ですね、飲み比べも、していきたいと思います。
この商品をゲットする方法、購入方法としましてはですね、店頭で12巻または24巻のこのこいつが付いてるセットのやつを店頭購入するか、もしくはですね、まあ、今回のこの500に関してはこの 1.5 ポイントっていうものですね、もう一つ小さいものは1ポイント、これを24枚集めて応募することによって、サーバーですねが手に入れることができます。神山作ります。ではプレミアムモルスを呼びたいと思います。はい、来ました、ザ・プレミアムモルツ、生ビールですね。決まってますね。神泡ではですね、やりたいと思います。まずはですね、この注ぎ方なんですが、斜め目まで普通に入れます。ちなみに監督なんですが、過去にですね、ネットカフェ店員をやっておりまして、生ビールの注文が入りましたらもうこうやって入れてお客さんに提供しておりました。その泡ってどうやって作るのかというと、まあ、高いところからやるとこれでね、もう泡ができるっていうなんか仕組みなんですよね。ここはもうできるだけもうこの口の接地面に近づければもう泡は出ません。あっ、ちょっと待って、鍋やめろ、ビールは酔うからやめてった。はい、ではちょっともう一回改めていきましょう。ちょっとこれ難しいな。こういう感じ。ちょっとポタポタ落ちるけど仕方ない。あ、神山サーバーにビールが。はい、で、こんな感じで注げました。まあ、比較としまして、まあ、普通のグラスにも。ではですね、神山サーバーやっていきたいと思います。この550の缶の場合なんですが、こちらでは長さが足りないので、ここのスライドをですね、少し伸ばしまして、なんかこの素材が意外となんかくっつく感じですね。こいつの下の部分をですね、合わせるようにすればいいらしいです。こんな感じでやりまして、はい、で、ここでこのボタンを押すと、あ、なんかシューって聞こえる。おい、トイレ流すなよ。ちょっと待って、今さ、プレミアムモルツの空間を作っているのにさ、トイレの水流す音聞こえたらもうダメじゃん。仕切り直しだよ。では、ここからですね、ASMR でやっていきたいと思います。では、行きましょうか。緑色のランプが光りました。では、行きます。神谷は、行きます。うわあ。ちょっと、動画的にはいいけども、ちょっと待って。こぼれた。やばい。では、早速、行きたいと思います。もう下手くそかよ。では、行きますよ。おー、クリーミー。行きます。おー、マイルド。ちょっと浸水してます、下が。いい。ちょっと神泡とこれを比較していきたいと思います。まずこれが神泡ね。神泡はしゃっこい。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、ということでですね、2日目です。で、前回なんですけども、ザ・プレミアムモルツを買いましたが、今回同じく、ザ・プレミアムモルツの、カオルエールというものをですね、今回買ってきましたので、まずはですね、泡がどう違うのか、手で入れるやつと神山サーバーを使ったものを比較していきたいと思います。はい、で、前回の反省点としましては、時間との戦いでしたので、軽快にテキパキとスピーディーにスマートに、まずは普通に並ぶ目まで入れます。あ、もうこぼれてるよ。いや、ちょっと、みんなどうやって入れてんのこれ。こんな下手くそな人いる？こうか。あ、こうだ。あ、でもちょっとこぼれてるけど、まあいいや。こんな感じでしょうか。まず泡が全くない状態なんですけども、で、前回同様ですね。一応 ASMR で撮っているので、ちょっと音をこの普通のマイクと切り替えてちょっとやっていきたいと思います。で、あと今回はですね、大相撲くんもですね、ちょっと出番があるので、まずは普通に泡を作りましょう。上からやるともう泡ができるというですね。あ、できてきた。よし、あ、いい感じ。もうちょっと欲しかった。はい、で、続きまして。手前でやれば、わー、すげえ、すげえ。あ、なるほど。オッケー。大友くん、頼むぞ。神山。はい。全然違いますね。では、早速、味比べをしていきたいと思います。まずは、普通の泡からいきます。
うん。そして、神山、いただきます。乾杯。まろやか。え、美味しい。この口当たり、このまろやかな口当たりの感じ。そしてこの何、この純白な、きめ細やかな神山。なんだろう、もうこれ生クリームみたいな感じ。うまいです。うん。なるほど。なんか新しいビールの味を感じました。ベストマッチおつまみをいただきます。公式サイトには神山サーバー監修と書かれております。神山のザ・プレミアムモルツに合うオリジナルおつまみ、国産鶏のじっくりトマト煮込みを、食レポしていきたいと思います。で、商品なんですけども、このパッケージ的にはもう箱、もう完全な箱なんですよね。で、中身を開けましてもですね、まあ、こういう感じのものが入っておりました。あ、これですね。はい、これです。 60g ですね。こちらをですね、作っていきたいと思います。とても楽しみ。はい、では沸騰しましたので、こちらですね、ちょっと開封していきたいと思います。いきましょう。おお、匂いがいい、めっちゃいい匂い。これは美味しいわ。はい、こちらです。あー、ご飯に合う。はい、ちょっといただきますね。あ、肉うまっ、肉うまっ。あ、そして神山まだ残ってるんで、もうやり方わかるよ。ここの金属が触れてなかったら神山はなりません。この音流し込みます。もうちょい欲しい。よし、では、こいつを、いや、止まんないわ。やばい。お待たせしました。プレゼント企画のお時間です。はい、というわけでですね、お気づきの方いるかと思います。こちらですね、神山サーバーなんですが、視聴者の方から1名様にですね、こちらプレゼントいたします。で、これだけもらってもしょうがないので、今回はですね、こちらですね、ザ・プレミアムモルツ、香るビールというものですね、こちらをセットにします。こちら1パックですね、送らせていただきます。で、ちなみにこちらなんですが、単4電池が一緒なので、もう単4電池もセットでですね、お送りしたいと思います。で、応募方法なんですが、こちらの動画の概要欄の下からですね、応募フォームがございますので、そちらから応募ください。簡単なものをですね、作っておりますので、ぜひともですね、ただ一つ条件がありまして、はい、こちらですね、20歳以上の方のみ、ご応募ください。自己申告でお願いいたします。フルーティーで豊かな味わいのエールビールです。ということで、こちらをですね、2缶お送りいたします。というわけでですね、受け取りの方法に関してはですね、お近くのですね、郵便局またはコンビニで受け取れるようにしておりますので、個人情報に関してはご安心ください。ぜひとも応募ください。いや、本当にですね、この神山サーバーとてもおすすめなので、もうぜひともですね、味わっていただきたいです。はい、というわけで、この動画は以上となります。ではまた次の動画で会いましょう。